乗り物は、以下のものを差し得る。英語の、ビークル・ビークルの語源は、フランス語の、ベイクライ・ベイキュールが17世紀に英語に入ったもので、あり、さらにその語源は、ラテン語の、ビヒキアラム・ウェヒクルムであり、これは、ビハ・ウェヘレという動詞の派生語である。ドイツ語の、ファールソイクも総称である。現在記録や遺物が残っている古い乗り物について、解説する。 紀元前1万年頃にはすでに足舟や簡素なイカダが使われていたことが知られている。足舟が描かれた岩屋ゼルバイジャンにあるコブスタン国立保護区には60万点を超える岩絵が残されており、そこには今から1万2000年前頃に描かれた足舟とわかる絵画が残されている。そうした岩絵のおかげで、ここで人類は足舟を水に浮かべて人力で移動したり、 魚を取っていたことがわかる。ペッセカの王は長さ298センチメートル、幅44センチメートル1955年にオランダである道路を建設するために、そこにあった遺跡を発掘したところも木製のカヌが発見された。これは炭素年代測定法によって、紀元前8040年、紀元前7510年の間のものだと推定されている。 遺跡の発掘により、古代メソポタミアのウバイド時代では、すでに砲を用いた船が使われていたことが判明している。人が、いつ頃から馬に乗り始めたか、つまり乗馬を始めたかについては、確かなことは分かっていない。イランのホラー穴には、乗馬を描いたらしい、紀元前数千年のホラー穴画が残されている。確かな証拠では、ドニエプル川やドンガー付近では、 紀元前3000年頃にはすでに網を使っていた証拠がある。チャリオットは紀元前3000年のメソポタミアで使われていたことがわかっている。ウルの記念碑には車輪のついた戦闘車両の絵が描かれている。乗り物という用語は総称なので、そもそもあまり厳密に分類する必要がないのだが、あえて分類する場合は、ざっくりと使われる場所で分けて、船舶類。 陸上の乗り物類、航空機類と大分類することが一般的である。乗り物ごとに特性が異なり、用途によって適した乗り物が異なる。歴史が最も長い船舶類から上げる。ついで陸上の乗り物、その次に歴史が浅い航空機類を上げる。網羅的に上げようとすることは行わない。船舶類用途によって、小船類、幹船類、漁船類、 特殊船舶類、レジャーボートなどという分類することは一般的である。大きさによる分類、小型船舶、大型船舶という分類がある。他にも海賊船、砕氷船、南極観測船など船舶類も多種多様で挙げるときりがない。屋形船、川下りの船、急流下りの船、ペダルサイクル艇、サーフジェット、水上スクーター、 電動フローティングバイク、水中バイク、水中スクーターなどというものもある。など、航空機の細かい分類は、航空機の記事を参照のこと。など、これ以上細分化することはここでは避ける。航空機の記事を参照のこと。とうとう、日本語で輸送機器という言葉を使っているのは、中高生などによる独自の研究。印刷された文献では、 そんな用語は使われていない。工事園第6版 ABC、乗り物の意味。大事船。2020年11月6日閲覧。AAB 大事船。乗り物工事園第6版。オックスフォードディクショナリーズ。ビークル。馬車類の場合。馬を除いた部分を指す。輸送機器。輸送機械。人などといった言葉を、やたらと乱発するのは、主に中学生や高校生である。 印刷された百科辞典や印刷された国語辞典やまともな印刷物ではそんな言葉はほぼを使っていない。だから、輸送機器、輸送機械、人などという言葉を使って投稿するものはまともな印刷された出典も示すことができない。まともに印刷文献を読んでいない中学生や高校生がウィキペディアに投稿するとやたらと輸送機器、輸送機械、人などと書きたがる。 2005年から2010年頃のウィキペディアに頻発した。まだ大学で文献を調べるトレーニングをしっかり受けていない中高生が、いかにもやらかしがちな独自の研究である。2000年代あたりから、ビークルという子が無人機も含むようになった。同じ外形をしていて、内部のメカニズムもほぼ同じなのに一々ヒステリックに呼び分けるようなことはいかにもバカバカしい行為だからである。 だが、これは、ビークルの中ではあくまで例外的な存在である。日本語では、無人機は、乗り物とは呼ばれていない。ウドストブートッチテルベラルトコンアーコロウシュベラン。ルワーダークーラントエンピー。 h t t p w w w a r c h o f o r m n l スラッシュ・ p ・ e ・ s ・ e ・ h ・ a。html。二零一一年十二月四日閲覧。カーター。ロバート。十九。インポッツ。dt。a。コンパニオン。通ーアーキオロジー。オブザ。エンシェントニア。イースト。ch。十九。ウォータークラフト。チチェスター<ッ>。ウエストサセックス。 ワイリー・ブラックウェール、pp, 347-354、ISBN 978-1-405189-880、https:/www.academia.edu-1576775 エラー。日付が正しく記入されていません。ブリタニカ、チャリオット・ハットなお、トヨタ自動車だけが、 水素自動車にこだわるあまり一社だけ世界からすっかり取り残され将来的に会社の存亡にも影響しかねない状況になっていたあまり二次社にとって危険な状況になってきていると判断したのか2020年頃から電気自動車の開発でも必死に巻き返しを行っている数字に見る航空機事故の確率オールアバウト2013年9月24日閲覧 日本の災害による死者数。西日本旅客鉄道労働組合。2013年9月24日閲覧。車両のご案内 JR 東海。東海旅客鉄道。2013年9月24日閲覧。旅客機の中を探検しよう。空の乗り物みんなの乗り物。一般財団法人運輸振興協会。2013年3月24日閲覧。 ジャルテージ運行への取り組み日本の品質で最良のひとときを日本航空2013年9月24日閲覧カヤックシーカヤックラッキーカナディアンカヌーなどは海分類軍艦巡視艇,巡視,艇巡視船空母駆逐艦駆逐艇などは海分類ベロタクシーベチャ電動アシスト自転車は海分類馬牛ロバラクダギャマゾウ 水牛など特定大型車、大型自動車、中型自動車、普通自動車、小型自動車、特殊用途自動車、牽引自動車、特殊自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、マイクロカー、オート三輪、トライク、全地形対応車、サイドバイ、サイドビークルなどは、海分類。レース用のフォーミュラカーや、ラリーカーも、海分類。大型自動二輪車、 普通自動二輪車、小型自動二輪車、原動機付き自転車、サイドカー、電動スクーター、ポケットバイクなどは、海分類、セグウェイ、特定二輪車、立ち乗りスクーター、スタンドバイク、G ボードなどといったものがある。フォークリフト、ストラドルキャリア、ターレットトラックなど、ショベルカー、クレーン車、ロードローラー、屈削機などトラクター、幸運機、コンバイン、田植エ機など。 通勤系電車、近郊系電車、特急系電車、地下鉄電車、新幹線電車、路面鉄道、LRT などは、海分類、車掌車、環球車、郵便車などは、海分類、懸水式モノレール、小座式モノレール、産業用モノレールは、海分類。ありがとうございます。